で、あのー、音響監督さん、ディレクターさんはミマさんなんですけど、あの、ミマさんってやっぱね、ね我々にもすごい演出してくれるじゃないですか。はい、多分ぴったりだったのかな全然アオちゃんにね、演出してる姿を見たことなくて。<か> <laughs> あんまりしてます <laughs> 確かに。<laughs> そ,うそうですよね。で、その上、あのー、アオちゃん知らないかもしんないけど、はい、あのね、ミマさんね、アオちゃんのね、つゆ、はい、ちゃんの真似してるからね。 嘘本当ですかあれちょっと待ってよ。あのー、この前、台本読みながら、こう来るから。そういえばそうでしたね。みたいなことやってて、あんまりしてないけど、でも分かる、やりたいことは分かるみたいな。なんか、なんか伝わるっていう。なんか分かるみたいな。嬉しいめっちゃ嬉しい。 演奏してないもんね。そうですね。結構自由に、つーちゃんの話にやらせてもらって。それがもうぴったりなんですよ。ぴったりだったら。言うことなしっていうことなんですよ。それこそね、原作で人気キャラとかって言われてたんで、めっちゃドキドキしてたんですけど。そう、この後もね、どんどん人気になっていくんだよね。そう、あの、彼女が割とね、落ち着いたいい子なので、こう、わーってなってるクラスの中で、ポンってまとめるっていう、キャラクター的にもすごく、あの、いいポジションなのもある冷静ですよね。冷静ですね。 やっぱ、両生類なんで。<ご> <laughs> なんか、<laughs> 描き方も良くて、堀越先生の。んなんか、フルにね、能力、個性を使ってる気がするそうなんですよね。本当、テクニカルな部分がすごいですよね。心盛りだくさんな,ううなん、ね、今後もね、すごい良い,いと、い,い自信とかもあると思いますので、でね、皆さん楽しみにしていただいたら嬉しい、まあ